おはようございます。おはようございます。すごいな、空港って入った瞬間警察が10匹ぐらい来たやろ。シェパード、シェパード級のチワワ1。ダメとこシータ、ダメとこシータ。普通の北海道 Vlog って回るんかな。俺がじゃあ本物の Vlog ってやつを見したるわ。なんすか本物の Vlog って。だからなんかいろんな YouTuber とかさ、今日一日の Vlog とかやってるやろ。その Vlog ひっくり返したるわ。マジっすか。うん、 Vlog ってものを見したるわ。じゃあ撮れ高いっぱい作ってくれるってことですか。撮れ高っていうかその Vlog やな。なんかこうやって自分の足取って歩いたりとかしてるやろ。ここに来ましたとか言って、はい、ここで何とかを食べてとか言ってるやろ。おしゃれ系みたいな。そうそう、おしゃれな Vlog を繰り返したるわ。それなんだ。梅梅チャンネル。あかんよ。なんでなんすか。もう他にうんこしたら捕まえんの。え、ほんまほんまほんまや。トイレあるわ。いや、おしっこはいいけど。じゃあおしっこしようと思ってうんこ出かけてあるやろ。あれ北海道マジあかんね。うんこしようと思ってうんこするのはオッケーなんですよ。いや、うん、うんこってあんま言わんがいい。北海道ってうんこと覚醒剤一緒やから。どこでやってんすか。いやマジでお前マジで寝るてるよ。マジで覚醒剤やってるやろ。すいません。おう、何頼んだんすか。塩ラーメン。なんでだ。なんか人気店やねん。でナンバーワンが味噌ラーメンで、はい、2番目が味噌コーンラーメン。ランク外の塩ラーメンいきました。熱いわ。そうそう、うん、ここで喋ったりするやろ。今から Vlog します。北海道着いたんで、まずは、腹ごしらえですね。朝から何も食べてないので、こちら塩ラーメン、ん？ち？ち？ちって書いてるレンゲですけどもね、汁からいただきます。やっぱラーメンはね、汁からって言いますからね。さあいただきます。いやそれメンマやないかい。爆笑。最高じゃなくても最低じゃない、完璧じゃないが悲観的じゃない。これやりたい。これやってこうキョーンが食べ終わりましたで、やれ、またこうやりたいから。おう、はい、アウトレット。アウトレット、これがマキと行った、あの大葉を黄色買ったとこ。アウトレット、さんですよ。七夕さんや。もう終盤なんですけども、この後、酒とタバコと女です。あ、ギシ君のパパが。で、見て服見て。リベルティだ。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。濃い感じがいいっすね。明日胸焼けしてんの。大体わかるな。明日も飲みましたわ。胸焼けして今もう何時になります。で、明日イベントなんですけども、締めっす。締めのラーメンで、締めのラーメンでこれで解散なんですけども、なんか結構さ、次行きますか。いい。最後に締まる一番いい店を部長が選んで、部長に選んでいただきます。すいません。ありがとうございます。あ、うわ、これうまいわ。麺バターっていうか、もうレガース。あ、もうここから帰りたくない。今日ちょっとイベントすごい、周りもう家族からカップルから全部、ほんで全部キーやから、まあちょっと
ゆっくりスローにスタートして北海道味わうかな。はい、ということで黙々マーケットの初日ですね。初日ちょっとあの何やるか全部一回見て回ろうということですよ。西君のおっちゃんが「こんなあるから来てくれ」って呼んでもらってで来たんですけど、とにかく木、黙々ってそっちな、黙々全部見ていきますか。おうでチェーンソーね、真空チェーンソー一回やってみたいな。チェーンソーやってみたいですね。これが一番家に置くのはちょうどいいかなと思います。この辺まで来たらやっぱキャンプとかでも使えるようなキャンパーが好きそうな感じ、本当に言っときます。しずもちゃんこれ使って俺んちこれで沸かしてるっていうね。あ、これあれが一番のおすすめはこちらです。一番のおすすめ水ならボトル。こんなん言っていいか分かんないけど、その安いウイスキーとか入れてたら2週間ぐらいかなで超高級の味になるっていう。すごいっすね。値段が物語ってて本物やん、で、ここはモルソンっていうこういうのとかをなんか展示して言ったら商談入ったりとか。宮里さんにあります2階目の実演室でお願いしました。すごいさ、あんま置かへんやん俺ら大阪からしたら。でも北海道の人ってずっとストーブ炊いてるらしい。あー確かに、はい、前に必要らしくて。じゃんけん大会ご参加いただければと思います。ストーブ蜂蜜とかなかった。余談なんですけどマネージャーのユージがバリーから蜂蜜 1.5 リットル持ってこようと思ったら決められたらしいです。全部没収されたんですよね。これが火から作ったカスタネット、ハリーポッターの一番強い杖と同じ火で使ってる今とこの杖だ。全部これ違う火、全部違う腹持ちの杖やで、あのもう9時から飲んでますから全部触り心地も違うし、音もなんか微妙に違うというか全部違う。で、ここがまあステージなの言うたらさっきの。僕は知られてないけど丸山の丸山ビネって書いて丸山さん。共通の試合ゴール七バカが明日18日。椅子、まあ炎上君に見せたら多分とんでもないことになるからここはほぼカットしてて、ペンがなんかな椅子とか投げたら怖いやろ。でこれめっちゃ人気やねん、ずっと見てたけど。謝罪一人1袋詰め放題300円。謝罪キッチンカー7台来てるらしいです。7台やらさってくれ。これうちの相方が一番おもろいと思ってるやつやめてくれ。ガラスとかも珍しいんやけど、ゴミ回収とかもあって。あれはゴミ回収です、普通のこれショブースね、あのキッチンカーがあったりするけども、かき氷とかビールアイス餃子ホタルビール2個あるよ。まあ地ビールねちょっぴし。あれな、あの本当ラノベやな。あ、これさっきゲシパパに買ってもらったカレーパンやん。カレーパンね、全部売れてるやん。ほんまや、めっちゃうまかったやんな。唐揚げこれ食べたな。食べた。コーンポタージュやった。コーンポタ、使いました。可愛い小物をいろいろやってるんで、だいぶ減りましたね。なんかおもろくなったらちょっと回しますわ。おままごとセット、あの野菜とか果物とかがフェルトで作られてます。こちらが梅梅チャンネル。観光に原発があるんだ。へー、めっちゃ冷たいやんね。サーリン行きます。行きたいけどこっちが当たるかね。渋すぎね。
なんかぬるいな。入れそう。7箱なら入ってくる。あ、来たわ、でかい。終わった全部入った終わった今撮ってるこれですねもうさせていただきますね。あとこれやんないと、これこれもう可愛いからもうどうしようと思って、ほんとどうしようかなってな、こうやってそれなんなん、さっきからずっと8巻か、梅梅チャンネル、おはようございます。おはようございます。北海道に3泊4日やる、はい、3泊4日やねんけど、俺服1着しか持ってきてないから、なんでコインランドリーが、でもコインランドリー行くとき何の服着るんですか。ほんまに走るあ、来た。うわー。すげえ。今から何してるんですか。試合です、今日。今からかっこいい。かっこいい。チケットありがとうございます。関西国際空港着きました。3泊4日の北海道旅行なんですけどね、荷物を全部忘れました。北海道にありがたいですね、うん、ということで、ありがとうございました。ちょっと間に合わないんで走ります。